地理院地図 Google ググマップ天竜峡天竜峡下流の筒子橋より上流を望む天竜峡とは長野県飯田市にある天竜川の峡谷。国の名称に指定されており、また天竜奥三河国定公園の一部となっている。竜の字を旧字とした天竜峡と記述されることもある。暴れ川と言われた天竜川が切り開いた絶壁が続く渓谷である。 河口岩の岩壁には赤松やもみじが自生し、新緑や紅葉が見事で、その風光明媚な景色は観光客にも好評である。天竜峡温泉もある。天竜峡は諏訪湖を水源とし、稲田にを通って太平洋に注ぐ天竜川の流域にある。命名は岡山の観学者、坂谷明によるものである。坂谷は高下4年に当地を訪れている。 右岸側の高台には、アキラロの天竜教碑が混流されている。1882年には、当地の乱法追で文人としても知られた、関島義地の小生を受け、書道家の草壁明覚が、天竜教の銃の祈願を選定し天竜教と勝ちとした。これらの岩は、上流より以下のように命名され、それぞれに明覚自筆の名が掘られている。 シデザオイソカラスボーイしきたかがけしとめしゃ、ャ、しゅうけいけいたんよくつるいわおせん、ゆかいわきこりぶどうりゅうかくぽ927年、東京日日新聞などによる日本新発見の選定に際しては、警告部門の読者投票で313万票を得て1位になったが、審査員による最終選考からは漏れた。これに憤慨し、飯田地方では、 東京日日新聞の不買運動が起きたと言われている。八景には漏れたものの日本25章には選定された。1934年には国の名称となり、一丸の新民用天竜下ればのヒットと合わせて多くの観光客を集めた。しかし、天竜峡付近はもともと境外で土砂を溜めやすかったため川床が上昇し十勝の一部は 水面下に沈んだり砂に渦漏れるなどした。その後、1984年から天竜峡下流側で川底からの砂利採取を継続的に行うことで川底が低下し景観がある程度回復した。1969年には近隣地域とともに天竜奥三河国定公園に指定された。1975年には中央自動車道の飯田インターチェンジが 供用開始され、1977年の昼上温泉輸出と合わせ、天竜峡を訪れる観光客も増加した。1989年の天竜峡温泉輸出により、観光客は60万人にも達したが、その後は低迷している。2008年には三円南新自動車道の部分開通、天竜峡インターチェンジの供用開始に伴い、同年を、 天竜峡再生元年と位置づけ、100年をかけて100年前の景観を取り戻す天竜峡100年再生プロジェクトの開始が宣言された。またこれに合わせて地元では新自体である竜の字を各種比文や名称指定で用いられている旧字体の竜表記に戻す運動が進められている。2019年11月17日には三苑南信自動車道 天竜橋インターチェンジ、流光インターチェンジ間界通と同時に、天竜橋大橋と、橋桁下遊歩道、空散歩天竜橋が整備された。天竜橋の空中写真、画像情報が上流側、画像情報中央、天竜川本流に架かる橋がシュートメイ橋、画像最下部の橋が、東ヶ坂のある長泥橋、1976年撮影の8枚を、 構成作成。国土交通省国土画像情報をもとに、作成線上から景観を楽しむための天竜ライン下りが、天竜共温泉口から、東ヶ砂港まで、天竜ライン優先有限会社によって、運行されている。8時から15時まで1時間に1本ペースで、当期には小つ船も運行する。約40分線上から大岩壁や気岩など、警告日を眺望できる。また、 天竜橋から上流にあたる弁天港から時また港まで天竜船下り株式会社が天竜船下りを運行している。9時から16時の運行。こちらも当期は小つ船が運行する。季節ごとに花、新緑、紅葉を楽しみながら峡谷を下ることができる。この二つの船下りは飯田市における著名な観光スポットとなっている。また、稲節に、 天竜下れば、しぶきに濡れる、もたせやりたやもたせやりたや、ひのきかさという歌詞があり、南新州新聞が宣伝にこの歌詞が使われたため、船下りとともに、天竜下れば、川下り所在地交通注釈参照。ありがとうございます。